大学の授業の教える側教える側ってトンマだらけだっていうふうに思いませんか。だからトンマが議論してやってる感を獲得するなんていうのは単に授業の時間を消費してるだけなんです。多分私たちぐらいの年齢でその女性として仕事をしてきた人たちっていうのは外側は絶対わきまえてる女なんですよ、うん、面倒くさいから、うん、いち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 ややこしい、まあ、生存戦略ですね。そう、生存戦略ものすごく巧みな生存戦略で、うん、表面は非常にわきまえているんですけれども、もう心の中ではふざけんなって思ってやってるわけですよね、うん、その仕事に臨む時に得るものも失うものも性別によって区別されるべきではないと私は思います、うんうんうん。1回目はですねこちらのテーマになります。日本の病とはという問題提起になります、うん、日本に限って言うとみんな所属集団でのポジション取りをし続けるっていうことが昔から変わらないんですね、うん、少なくとも過去400年少なくとも全く変わってない、うん、これからも変わる可能性はほとんどない。マクロにはほとんどない。いやいや、それはすごく絶望的ですね。絶望的な感じ、まず絶望から出発していただく必要がある。なんか、うん、私は小さい頃から私はもちろん昭和の人間なんで、うん、その教育ってどういうふうにあったかっていうことを改めて考えると、うん、やっぱり先生は絶対、うん、で先生は絶対で、うん、親も絶対で絶対がいっぱいいるわけですよ私の上にはね、はい、ちっちゃい時に、うん、でそういうふうな教育って上から下へ流れる教育じゃないですか、うんうん、だから先生に質問するなんてありえなかったんです、うん、ところがそのアメリカに留学をした時に高校生で、うん、先生 の評価書くんですよ、うん、先生を評価するんですね、うん、楽器の終わりに、うん、先生の授業は分かりやすかったか、それからあなた の学びたいと思っていることをきちっと学ばせてもらったかとかっていう項目が10個ぐらいバーってあって、うん、先生を生徒が評価するんですね。先生は嫌ですね、なんか生徒から言われたら。でも普通今日本の大学でも大体、うん、増えてますよね。過去20年は大体そうなってます ね、うんうん、よね。まあ、当時私16歳ぐらいで高校生で行った時に、え、私生徒が先生評価していいんだっていう、うん、先生は絶対だから評価されるべきものではないっていう、そういう教育を受けてきたので、ましてやだから先生は裸だなんて絶対言えない教育をずっと受けてきたわけじゃないですか、うん、そうするともう教育自体がわきまえなさいっていう教育なわけですよね、うん、だからこそそこにあるわきまえる女っていうのを見たときに、多分私たちぐらいの年齢でその女性として仕事をしてきた人たちっていうのは外側は絶対わきまえてる女なんですよ、うん、めんどくさいから、うん、いち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 ややこしい、まあ、生存戦略ですね。そう、生存戦略でものすごく巧みな生存戦略で、うん、表面は非常にわきまえているんですけれども、もう心の中ではふざけんなって思ってやってるわけですよね、うん、だから全然心の中はわきまえてはいないし、うん、いつかこの秩序を乱してやろうと思ってるわけですよ。でもその秩序ってじゃあ誰が作ってきたのって言ったら、まあオールドボーイズクラブたちが自分たちが楽しく毎日生存できるようにルールを作ってきたわけですよね、うん、それをルールをちょっとでも壊すとわきまえない女になる、ややこしくて面倒くさくて、うん、秩序を乱す女になるわけですよね。だからもう教育もそうだし社会通念もそうだし、やっぱりこれからそういうふうな社会変革、誰が声を上げられる、これ違うんじゃないのって声を上げられるようになるかって言ったらば、そうい う今までのすごく足かせ手かせを本当に外す作業を地道にやっていかないと、うん、これはもう一大事業だと私は思ってます。ま今安藤さんがおっしゃった授業評価の問題、これ非常に、ね、面白い課題で、はい、日本人の劣等性が現れやすいのでちょっとお話をしますね。まず僕から言うとですね、授業評価をどう使うか、
授業評価を上げるために使うのではなくて、自分の授業の特性を使うために使います。僕の授業では、分かりやすさは重視しません。もちろん同じことを言うのであれば分かりやすい方がいいわけだけれども、ある程度ですね、抽象の水準を上げると、さっき言った当たり前さの中で自分を守りたい人間たちにとっては心理的な防壁が生じて、聞くことができなくなるんですね。例えばコロナ前までに経済指標や社会指標を示して、もう日本は実は25年以上前から終わってることが分かるよねっていうと、多くの学生がその後出てこられなくなっちゃうっていうのは典型ですよね。で、他方で教員の側はどうかっていうと、授業評価を上げると大学によっては、給料が上がるとか、それによって、学内のファカルティ、まあ、教授組織でのポジションが上がるとかっていうふうに使おうとするんですよね。でそうすると残念だけど、授業評価システムによって大学の授業の内容は歴史的に見るとはるかに劣化してしまうことになるんです。例えば僕が大学院の時に学んだ素晴らしい先生方、まあ、小室直樹氏、まあ、極右的、広松渡る氏極左的ですけれども、イデオロギーの問題は全く横に置くとするとね、彼らの授業は極めて高度です。で、それは最も分かりやすく喋ったとしても高度なんですよね。で、その時に分かりやすさによる評判を重視して、喋る内容や抽象水準を落とし、聞く側の当たり前さをできるだけ破らなくするようにするみたいになれば、それは授業の質の低下ですよね。で、その意味で大学の授業はアメリカ的な評価システムの導入によってどんどん劣化してきているという事実があるということなんですね。やはり価値観あるいは価値を貫徹するっていう規範的な構えが大事だということなんですね。生徒の評判がいい授業が質のいい授業、はい、もうここで思考停止ですよね。もうトンマそのものでしょ僕からすればありえない、バカじゃねえのっていう感じですで、さらにそれに従って授業を受けた生徒が分かりやすくて自分にとって合っていたことでいい授業だったっていう時点で、学生たちもトンマです。で、その意味では今大学の授業の教える側教える側ってトンマだらけだっていうふうに思いませんか。同じことで、例えばアクティブラーニングってまだ日本で言われてますよね。しかしこれはアメリカを中心として10年前から急速に疑われるようになったんです。要するに安倍晋三氏が言うやってる感、やった感が出るんです。なんか議論してるように見えますけどね。そうなんです。はい、しかし、はい、授業の到達度を比較すると、むしろアクティブラーニングによって上がらないところが下がるってことが分かってきたんですね。ね、なので、いわゆる有効かどうかとやってる感があるかどうかは別問題なんだっていうことです。あのね、トンマな学生たちがディスカッションして得られる気づきと、優秀な教員が、それこそ門を破るような、聞くだけでですね傷ついてしまうような授業を聞いて得られる気づきと、どっちが大きいと思いますか。普通に考えればわかるじゃないですか、はい、ね、だからトンマが議論してやってる感を獲得するなんていうのは単に授業の時間を消費してるだけなんですよ。なるほど、ね、じゃあんまりディスカッションとかやんない方がいいですか、大学とかで。だからそれは教員のクオリティと学生のクオリティ次第なんですよ、はい、だから僕もディスカッションベースでやるか、うん、レクチャーベースでやるのかっていうのはやっぱ学生の特に知的あるいは価値観規範的な質を見極めてのことなんですよね、うん、なるほど、うん、でもディスカッションって気恥ずかしかったりしました、うん、なんか、うん、さあレッツディスカスみたいに言われると、ね、なんかえって、うん、なんかちょっと気恥ずかしかったりしますよね、うん、なんか、うん、それは健全ですよ本当ですか、はい、なんか、まあ、不自然ですよね、なんとなく、そんな、うん、レッツディスカスって言われてもなっていう、うん、何がポイントだろうっていうことを自分が明快につかめてるかどうかっていうことをすごく問われるわけじゃないですか、うんうん、でも意外にみんな学生たちはそこで戸惑ってたりとかする、はい、時もありますよね、うん、私たちがトンマだっただけなのかもしれませんけれどもレッツディスカスとか言われた時にちょっと恥ずかしいなって思った記憶はあります、はい、うん、レッツディスカスっていうなんとなくのプラットフォームができたので、はい、プレゼンテーション能力大事だねっ
っていう話になって、そこからパワポをどう使うかとか、はい、あるいはあの、ね、TED、TED を見るとかってことが推奨されるようになったでしょ、でもこれも残念ながらトンマ、つまり思考停止なんですよね、うん、まあ、今から二十数年前にあの慶応の湘南藤沢キャンパスに行った時に、まあ、当時帰国子女がまあ半数弱ぐらいいたけど、うん、いやまあ確かに文化違うんだよ、はい質問あるやつ、異論あるやつっていうと、なんとね大体50人ぐらいいると全員が手を挙げるんですよ、あ、ね、でおお素晴らしいと思って当てると、実は考えてなくてですねとかって言ってそこから考え始める、 あのね、いわゆるレッツディスカスとかね、あの積極的に発言できるってことはいいように見えてやっぱり条件付きなんです。で、まあ、僕に言わせるとね、そこの当てられてそこから考えるとしても考えないよりかマシだから、一応そこは評価するっていう立場だったけれども、うん、あとあの慶応のね学生たちのプレゼンテーションって、特に慶応湘南藤沢キャンパスに最も早い時期からパワポを取り入れて、はい、ね、でまあアバンがあって、まあ、要するにこういう番組と同じような作りっていうのをね、はい、やり始めるんだけれども、はい、あの中身がね大体カスなんですよ。なるほど。でね、はい、あの学生たちに言うのはね、例えばあのテッドを含めてね、コミュニケーションが、あるいはそうだな、スピーチが説得的であるのは内容が優れているからなのか、うん、形式が優れているからなのかって、うんうん、これはまあ両方あり得るわけ、内容も形式も優れているっていうことがあり得るんだけれど、逆にあの形式はねテッド的じゃないけど、しかしとても優れているっていう場合は、これはねかなり説得的なんですよ。それはね、今テッド的なスピーチがむしろ当たり前の地平になっているんで、例えば2016年の大統領選挙でのバーニー・サンダースのスピーチって全くテッド的なものの反対側なんですよ、はい、まあ、詳しくは言いませんね。であるいはあのコネクティング・ザ・ドッツ、スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学、卒業記念演説みたいなスピーチありましたよね。でこれもテッド的なスピーチとはやっぱり随分違う、ね、あのたどたどしかったり、一見すると身振りも手振りも、少ないか、あるいは同じことを反復していたりとか、うんうん、まあ、トランプもそうでしたよね。でなのでね、何かが有効だと思われたとして、しかしその形式が一般化してしまうと、それは凡庸な反復として映るので、人々に感動を与えてなくなるっていうね、うんうん、でまあ、こういう行動経済学的な要因もやっぱり考慮する必要があるんですね。しかしにもかかわらず、テッド的な形式を踏まえればいいスピーチになります、うん、ね、あるいはこういう形式で、パワポ資料を作ると良くなります良くなるのは条件付きなんだよっていうね、うん、あのそのことはやっぱりすごく日本人は考えるのが苦手ですよね、うん、であくまでね、そういう知恵は、形式に関する知恵は条件付きで理解する必要があって、うんうん、最終的に本当に有効だったのかっていうところに注目する必要がある。仕事の、まあ、テッドスピーチ、やっぱ企業が増えてきてるんで、みんなプレゼンテーション上手くなってるんですけど、仕事の議論もあんまり意味ないですかね。仕事でやる議論というのは、それも相手次第だと思うんですよね。あのテッド的な形式を踏まえているので、はい、素晴らしいと思うような受け手がいっぱいいるところは、もうその座自体が腐ってる感じがするんですよね。やっぱ内容を受け取る力がどれだけあるのか、うん、っていうことがやっぱりすごく大事で、とりわけ、単なる知識ではなくて知恵になっているのか、うん、あるいは単なるあの認識ではなくて規範、まあ、価値の貫徹になっているのか、うん、まあ、僕らがよく言うあの軸があるというふうに見えるかどうかっていうことですよね。でもちろんこれもね、本当は内側に何もないのに価値の軸があるように装うことは、じゃあいくらでも可能です、はい、でそういう訓練は実は僕もしてきているんですけれども、はい、だからそこにも騙されない必要があるっていうことでね、あの実はコミュニケーションは何が妥当なのかっていうことは、受け手がどういうクオリティなのかっていうことにものすごく依存するっていうことですね。話し手よりも受け手なんですか。そうです。で受け手次第で、うん、あの話し家に要求されることが変わると考えるべきだと思うんですね。確かにね、女性がその仕事をするときに、その最初から申し上げている40年くらい前の社会進出の時の話をすると、
男性がこれまで一生懸命作ってきた牙城をね奪われるっていう何かこう対立の構図で捉えるわけですよ、はい、だから仕事でそれは議論をするとかしないとかではもうなくて、お前らはその俺たちの場所を奪いに来た、はいね、盗賊みたいなものだから、うん、そういう盗っ人みたいなやつらと話をする余地はないわけですよ。そうすると対立の構図でしか常に捉えられてこなかったと私は思うんですね、うんうんうん、だから決してフラットな関係性の中にディスカッションが生まれたことはない、はい、と思います、うん、ちょっと大げさな言い方をしても、うんうん、まあ、常に男であるがゆえに女であるがゆえになぜか対立の構図みたいな形になってきて、うんうん、これはすっごくこの社会にとって不幸なことというよりも損失だと思うんですよ。で、対立の構図でこの世の中運営していったらば時間のロスでしかないわけですよね、うん、なぜそんな簡単なことが人間って宮台さん許せないんですかね、うん、自分よりもインフェリアだと思う人間が自分の席を奪いに来たと思ってる、自分も劣る人間が自分の席を奪いに来たっていう構図で考えるわけですよね、はい、基本は、うん、問題はねそういう面があるでしょ、しかし別の面がないかっていうふうに、うん、足し座的に思考できるかどうかがポイントなんですね。で、誰だって自分の座を追われることは嫌でしょう、うん、ね、しかし自分に公共マインドがあれば公共精神があればね、まあ、子々孫々に良いプラットフォームあるいはコモンズを残せるかどうかっていうマインドも働く。で、そうしたマインドを持ってる人たちからね、お前席を譲れって言われた時にどこまで抵抗するのかってことについて、まあ、神経症的な固執を避けられるってことがありえますよね。で、つまり日本人に欠けてるのは思考停止であるがゆえの足し座性の欠如あるいはそれと関連する公共精神の欠如だっていうふうにほぼ断言できるだろうと思うんですね。まあ、日本だけがね実は非常に厳しい解雇規制があって経営者が自由に首を切れない、うんうん、ね、でそのことを労働組合が支援している、良いことだと思っている人が多いかもしれないけど、実は既得権益を動かせないがゆえに生産性を上げられないというさっき申し上げた日本の経済的沈下の背景は、うん、この雇用の制度にあるんですよね。だから労働者を守るようでいて実際には船全体としては急速に沈んでいるので、うん、これは子々孫々のことを考えたらね、この正規雇用非正規雇用の分離を可能にしている非常に強力な解雇規制は明らかにディスファンクショナル、つまりまずいことなんですね。つまりそういうふうな思考ができるということが大事なんですよね。さっき言ったと歴史的な経緯をちょっと抽象化して言うとね、日本ってキャッチアップする後発近代化国だったんですね、はい、なので上位桁的に分かりやすく言うとかなり速い速度で全体を富国強兵化に向かわせる必要があったんです。で、実はそのために家父長制的あるいは家父長制的戸籍制度的なものが設計されてきたっていうことがあります。で、これは実は日本の維新後の近代化や敗戦後の再近代化には役立ちました、ね、しかし成功は失敗のもとなんです。で、これは丸山は総的な図式だけどね、上げ潮の時には、うん、あるいはなんとなく、戦勝を重ねているっていうふうにみんなが思えている時にはこれでいいんです。つまりむしろその方が非常に、低コストで一丸となって物事に当たれるからです。しかしまずいのは、配色濃厚になった時、うん、ダウントレンドになった時です。で、その時にこの、上げ潮の時に有効だったものがねどうなのか、セクショナリズム、あるいは責任の、多責化、なすり合い、はい、それは自分の組織の外、陸軍だったら海軍になすりつけ、うん、海軍だったら陸軍になすりつけるっていうね。で、さらにそれぞれの組織の内部でも責任のなすり合いが起こる、うんうん、で、その結果有効な手順を取ることができない、うん、そうですよね。例えばインパール作戦とかレイテ戦ではね、うん、戦死者のうちの9割以上がマラリアと餓死で死んでるんでしょ、うん、
そんな戦争をする国が近代国家にありますかっていうことです。でもちろんないんです。日本だけにしかないんですけれども、うん、その日本人の劣等性に起因する日本の劣等性は今克服されてますかって考えてほしいんだよね。だから昔良かったものは良くない。だからなぜ日本が極東地域でコロナ対策の負け組で PCR 検査一つできず病床確保一つできなかったのか、そうもちろん皆さんね、医系技官検疫ネットワーク、厚生省感染研保健所天下りネットワーク、あるいは出向ネットワークみたいなものを挙げます。その通りです。しかしなんでそんなものが温存されているのか、そこを考えると自民党が悪いんだ、医系技官が悪いんだ、いや同じメンタリティお前もあるだろうっていうふうに問わなければいけないっていうことなんですね。まあ、先ほどね安藤さんがおっしゃったことをやっぱり中小水準を上げて、あるいは少し視座を変えて、自分がどれだけ近代から、まあ、理想的な近代からあるいは特別主義から見た場合にね病んでいるのか、あるいは自分がどれだけ分断されて孤立しているように心血症的な不安に陥っていないかっていうね、それが非常に重要。そこはすごく難しくて、安藤さんの話に引きつけるとですね、うん、実際ある人取材してその人30代の男性で安藤さんの本も読んで、うん、素晴らしいっておっしゃってたんですけど、うん、多分モヤモヤすると、うん、なぜ自分は今30代で管理職に上がれるかもしれない時に、うん、仮にそこに女性が入ったら自分が奪われるんじゃないかと、うん、で公共心を持ったりとか抽象化するとそれが大事なことは分かるけど、うん、いざ自分に引きつけると、うん、自分も家族もいるし会社が潰れるかも分かんないから、うん、自分だけはしがみつきたいみたいな、うん、とてもじゃないけどその抽象化できないと、うん、そこに行く人は余裕がある人なんじゃないかみたいなことをちょっと本音言ってくれた人がいたんですが、その辺ってお二人どう考えますかね。でもそれってもしかしたらそこへ来る女性だって同じようなものを背負ってるかもしれないですよね。だからやっぱりそこは彼だけがその家族を背負っていると考えるのはちょっと違うのかもしれないですよね。もしかしたらそこへやってきた女性も介護する親を抱えていたり、はい、もしかしたら病気で働けない、うん、夫を持っていたり、わからないですよ、うん、全然。でもそういうことだって想定しうるわけで、はい、その仕事に臨む時に得るものも失うものも性別によって区別されるべきではないと私は思います、うんうんうん、全く正しいですよね、はい、ただねその背後にもやっぱりある種メンタルがあるんですよね、はい、一番わかりやすいところで言うとね、分断されて孤立した人間は被害妄想に陥りやすいんです、うん、で、まあ、これは遺伝子的な要因があります。人間は孤独になると免疫力が落ちて病気にかかりやすく、うん、まあ、余命もとても短くなります、はい、それだけではなくて孤独になると、まあ、さっきの被害妄想が典型だけれども、多くの人は精神的に病んでいきます、まあ、よく知られているように人々が分断されて孤立すると、まあ、共同体のそのプレッシャーはその分弱くなるってことを起因が原因になってね、まあ、統合失調は数が減るんですけれど、うつ病は数が増えるっていうことになります。これはまあ機械的なメカニズムでそうなります。でそこから分かることは、例えば価値観だと思っているもの、意見だと思っているものが実は孤独に起因する症状じゃないかっていうふうにやっぱ反省することが大事なんですね、うんうん、でその、女性進出も大事だけど、それだと俺の家族がとかっていう人間って明らかに分断され孤立して閉ざされているがゆえに生じる神経症的な症状の一環としての意見になってるんですよね、うん、例えばね、じゃあそれを回避するためにどうすればいいのか、いろんなデータがありますよね。例えば沖縄って長い間失業率も離婚率もすごい高かった、はい、で内地の自明性に閉ざされた人はこれは沖縄の社会がダメだからだと、まあ、断定するわけです。でも実際に沖縄の中に入ってフィールドワークをした人間であれば、まあ、僕もそうですけれども、あ、これは社会の包摂性の現れなんだっていうことが分かる、うんうん、つまり嫌ならいつでも戻ってこいっていうね、この共同体の引力が離婚率や離職率失業率を高めると同時に、共同体の包摂性ゆえに離職しても離婚しても食うに困ることがないよからでしょ。でそうすると、自分が、ある種の合理性の原理で職を失うっ
ってことになったとしても、それはどれだけ重大なことなのかっていうことをね、どういう背景的なパラメーターが決めているのかっていうことをやはり理解しなければダメなんです。ただ今竹下さんがおっしゃったように、はい、余裕あるかないか問題っていうのがすごい大事でね、はい、うん、でこれはもう過去40年ぐらいハビティス問題っていうふうに社会学では言われていることです。で、まあ、その概念詳しくは説明しませんけど、例えばね、あの、まあ、今直近で起こっていることを言いますね、森の幼稚園という素晴らしい実践があります。僕も、関わっています、はい、子どもたちのキャンプ実践っていう素晴らしい実践があります。これも僕が関わっています、しかし関わってみるとそのハビティス問題、つまり、その格差によるあの文化的な作法の習得機会の不平等問題っていうのが明らかになります。例えば森の幼稚園っていうのは森がある地域にしか立地できません。でそうするとあの多くの園児の家からは遠い、そうすると送り迎えができる、つまり専業主婦がいるような家族に有利になります、森の幼稚園は基本行政による認可を受けていません、だから行政からの金は補助金は出ません、その分あの入園料とか授業料は高くなります、はい、ここでもやっぱり参加機会の、 あの階層的な不平等が生じます、でつまりこれ学習機会のね階層的不平等問題として昔から知られているホワイトっていう人が言い出したことなんだけど、あのこれはやっぱすごく敏感である必要があるんですよね、例えばこのコンテンツがあるとして、このコンテンツを享受できている人は どういう人たちなんだろうってことをやはりデモグラフィック人口学的に分析する、性別で年齢 であるいはまあ聞きにくいことだけど収入であるいは所属集団でどういうふうに偏っているのかっていうことが分かると、実はまあ良さげなコンテンツだなと皆さん思ってくださったとしても、はい、それを享受できる機会の不平等はないですか、っていうことを問うことができるんですね、だからとても大事な問題です、はい、どうしたらいいですかね、あの、まあ、その公共的であったり抽象的な思考、まあ、トンまでないためにはそれが大事だって分かるんですけど、一方で今ハビティス問題があって享受できない人はいつまでたっても享受できないっていう、まあ、構造的な一種のカーストができちゃってるわけですよね、だから僕はまあそこをね、まあ、旅芸人方式旅芸人っていうふうに考えています、はい、まあ、これ40年ぐらい前からね、はい、あのまあ、性教育問題にあの関わった時に、まあ、行政などに提案してきたことです、経験値もあり、はい、なおかつ、非常に妥当な価値観があるような、それゆえに説得的で影響力のある性教育の実践者って、学校教員にいるわけないでしょ、ね、まあ、いるかもしれないけど、まあ、ごくわずかだよね、そうでしょうね、はい、であるいはその地域周辺にいますか、いるかもしれないけどごくわずかだよね、じゃあフランスではどうやっているのかっていうと、公的に認証された、つまり行政によって認証された資格を持った、わかりやすく言うとさっき言ったあの価値観と経験に満ちてコミュニケーション能力が十分にある人間が学校を回るというやり方です。でこれがいいのはね、内容そのもののクオリティが上がるってこともあるけど、性に関する問題ってプライベート、まあ、プライバシーに関わるのであんまり周りに知られたくないっていうこともあるので、互いに議論するのが難しかったりする。でその時にあの日本では旅の恥は書き捨てっていうのもあるけどね、これはね全く普遍的な構造なんで、あの旅の者がやってきてくれているっていう時には比較的喋りやすくなるし、授業の後にね、フリーディスカッションがあり、さらにその後にまだそれでも言い足りない人はあの個人的にやっこいっていうふうにして、まあ一定の時間を設けてやると、これ明らかに有効性が上がるんですよね。で全く同じような図式です。森の幼稚園は場所が固定していますよね。でも森の幼稚園的な体験を旅芸人的にいろんなところを回って、この3時間ちょっと近くの森で体験してみましょうかっていうふうに回ること、でそのことによって余裕がない人たちも、まずこうすればいいんだ、今までのこの枠組みはダメなんだっていうことに気づくことが
できるようですね。で もちろん他にいろんな実践、キャンプ実践もあるし、宗教教育の実践、日本では行政ができないこともあります、はい、でそうするとまず有効に伝わるということがある。あと僕がね、沖縄でいろいろなことをやっていた時に本当に感じたことなんだけれども、まあ、沖縄っていうのは日本とは違った形で同調圧力が非常に強い、はい、それは血縁主義だからなんですけど、まあ、これはどこでも起こることだけど、ちゃんとした認識と知恵がある者たちはそれなりにいるんですよ。でもつながれないんです、うん、つながれないので集合地を形成できない、つまり知識社会化できないですよね。で実はいろんな地域にもいわゆるオルタナティブなこと、空気に抗うようなことを思っている人はいっぱいいる、うん、でも自分は孤立していると思っている、うん、でもそういう旅芸人的な実践があればどうですか、うん、そうか、こんなに参加する人がいるのか。でそしたら僕らが丸劇年末ライブでやってるように、うん、全国から来た人たちなんだよね、うん、だったら横の人に挨拶して、できたら連絡先も交換して、うんうん、その後仲間になりましょうね。なるほど。でそうするとその後たくさんのですね、自主的なズームの、まあ、丸劇ベースの勉強会もできていくっていうことが起こりました、うん、つまり地域に点と点で人材が分布している状況を変えるためにもね、旅芸人方式っていうのは実は有効なんですよね。それはやっぱり家の外にいる人たちなんですかね、うん、まあ、そうです、はい、そうですね、今の話聞いてて、はい、政治でもね、はい、カーストというよりも分断が起きてるわけですよ、うんうん、で私が研究した一つの地域政党なんで、普通の政党ではなくて地域政党団体ですよね。交付金ももらってなければ、うん、全く自力でやっている生活者ネットワークっていう地域政党があるんですが、うん、これは共同購入の消費団体、うん、消費者グループから派生した、はい、まあ、地域政党なんですけれども、どうやってやってるかっていうと、その、地域の消費者団体の共同購入のから会費をもらえますよね。でその中でどん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 政治に、まあ、興味のある人たちを募ってって、その共同購入団体から少しずつ少しずつ人材を吸い上げてって、うん、候補者の潜在的な候補者プールを作っておくんですね、うんうん、でそこから常に一期だけ、例えば区議とか、はい、市議とか都議でもいいんですよ、うん、をやって一期やったらばその人降りるんですよ。そういう、もう仕組みに、そうローテーションシステム、ローテーションシステム、うん、でしかもじゃあ選挙資金はどうなってるかっていうと、自分たちが区議としてもらうお給料があります、市議としてもらうお給料があります、都議としてもらうお給料があります。そのうちの何十パーセントを地域政党の団体に、納めることになってます、はい、だからお金がなくても共同購入団体のメンバーであって政治に興味があれば、うん、誰でも選挙に出られるっていう、まあ、システムを作ってる、ね、うん、ところが問題はね、はいはい、そうなってくるとお給料の例えば 20% とかをその地域政党に納めるわけじゃないですか、うん、そうするとじゃあそのお給料だけで議員やってけますかっていうと、地方、たとえ地方議会でもできないわけです、はい、そうすると何が起きるかっていうと、その政党の、まあ、候補者になれる人っていうのは旦那さんが一定の高収入を得ていって、ね、子育ても誰かがちょっと手伝ってくれるような環境にあってっていう、うん、いわゆるエリート主婦しかそういうふうな、まあ、機会を得られないっていう、はい、そこにも主婦と政治っていうものの分断が起きるんですね、うん、そこも一種のカーストといえば本当にそういうカーストなわけですよ、うん、だそれは何が私は今一番日本に欠けてるかっていうと、とにかく政治は不浄なものであるっていうイメージがものすごく強いんですね、うん、はい、だから主婦っていうのは政治は不浄だから私たちはあまり関わりたくありませんと、まあ、主婦って10杯1からげにして非常に申し訳ないんですが、はい、少なくとも私が研究したその対象の主婦たちはそういう不浄なる政治には関わりたくないと、うん、だけれども地域のいろんな課題、あそこのガードレールがへこんでるとか、そういうことを解決するために自分が議員になって頑張るっていうことはできると。つまり中央の政党の政治と地方の、自分たちの地域の問題を解決する政治とは全く
分断が起きてしまってる、うん、そして同じそのカテゴリーは申し訳ないけどカテゴライズすると主婦専業主婦というふうにカテゴライズされる人たちの中でもそういう志があってもそこに参加できる人と参加できない人っていう分断が起きてるっていう、はい、うん、そういう実態があるので政治がますますその共同体からもうーんと離れたところに存在するっていうすごく特別な人たちが特別な行為を持ってしてでしかやりきれないのが政治であるという、うん、とんでもないこう分断状態が起きていて、まあ、だから宮台先生に言わせるとそれはあの共同体がもう思考停止してるからかもしれませんけれども、うんうん、そこの分断というのは、まあ、私たちが考える以上に深刻だと思います、うん、でも中央政党に殴り込みかけたいですかっていうと、うんうん、ノーって言うんですよ、うん、なんでっていうと私たちはその不条なものと関わりたくないっていう、むしろ近寄りたくないっていう、はい、ね、もう完全な意識分断が、それはもうその主婦の問題ではなくてね、はい、今の大学生の三大タブーは政治の話はしない、はい、性愛の話はしない、なるほど、本当に好きなものの話はしない、はい、するなら裏垢か匿名でっていう図式、これがもう出来上がってからほぼ15年以上経ってますよね。 なるほど、はい、なので今おっしゃった安藤さんのそのいわゆる生活クラブ政教あるいは生活者ネットワーク問題ってあのものすごくいろんな場面にあります、うん、例えばシールズにその2016年に参加してたのはどういう人ですかみたいな問題です、なるほど、まあ、それを含めてぜひ2回目以降でたっぷり議論したいと思います、はいはい、うん、ということであの、まあ、第1回の日本の病ということであまりにも病が多すぎてちょっと話が尽きなかったんですが、ね、一旦こちらで終えて、はい、最後ちょっとホワイトボードで、はい、あのまとめを書いていただいて一旦こちらを終えたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。たっぷり議論してきましたが最後ですね、宮台さんと安藤さんに、まあ、これが日本の病だということをちょっとホワイトボードにですねちょっと一言ずつぜひちょっと書いていただきたいんですが、はい、で縦書き横書き横書きで一緒に書いて、はい、ここで終わっちゃいましょうかね、はい、ここですか、はい、形式にこだわりますね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお二人お座りいただいて、じゃあ安藤さんから裸の王様ビックリマークとついてますが、いや、はい、宮台さんがお書きになったことの、うん、こうある意味慣れの果てみたいな、あのこれ関係性になってると思うんですけれども、うん、依存して思考停止してる方が楽じゃないですか、うん、だから誰も裸の王様に裸の王様と言えないっていう、うん、そして最終的に自分たちが裸の王様状態になっているっていう、うん、私は今お話をずっと伺ってて、うん、日本の病の根幹にはこの裸の王様がどっかりと腰を据えてるなっていうふうにすごく思いました。しかもそれを言う子供がいないっていうことですかね、うん、誰もだってみんな思考停止だから、あ、うん、なるほど絶望的ですね宮台さん、はい、うん、まず適切に絶望していただきたいんですね、はい、で今安藤さんがおっしゃったね、まあ、思考停止状態で周りに依存しているのは楽でもその楽だっていうメンタリティを支えているやっぱりあの心の条件っていうのが必要なんですね、うんうん、で心の態度には2つある。それは学習的な適応と価値的な貫徹です。で価値的な貫徹のマインドがある人はその学習的適応のマインドがある人に比べて居心地の悪さに耐えることができる。なぜならば、そういうネガティブな条件に抗って、ある価値観を貫徹する規範的な態度を持っているからです。でそういう人にとっては周りからの後ろ指とか白い目とかいうのは学習的適応がもっぱらの人間たちに比べると大した問題としては評価されない。でも学習的適応によってポジションを保ちたいと思っている人たち、まあ、僕の言うクズですね、そのクズは、はい、あの本当に主観的な意味では、うん、そういう、その周りからの後ろ指等々をすごく大きな問題として捉え、うん、それゆえにそこから逃れて安心したがるっていうね、これがつまり日本人的な劣等性です、うん、はい、わかりました。ということで依存による思考停止と裸の王様で、うん、まあ、はい、まずは絶望することからこの番組始まりましたが、うん、日本の病とは以上となります。安藤さん、宮台さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。家族
ックだからっていうことで全面的に信頼したり、そこがすごく私にはなんか窮屈な感じがしました。タワマン問題っていうのは要は近隣がない、つまりネイバーフッドがない、例えばタワマンに帰ってきてエレベーターの前で人が待っていたらコンビニに出かけたり外でタバコ一服したりして時間を潰すと、一緒にいることがストレス。自分が自分らしく生きようと思ってタワーマンションに行かれるのか、自分が自分らしくいるために地方に移住されるのかっていう内政的な問題で、幸せと価値観っていうものを自分が作り上げるしかないんじゃないかなっていう。